こんにちは、コーチングアーツです。さあ、8節、序章の8節に進ませていただきます。8節は7節やったところの混乱、科学的な、いやモルフォロギー的な、どっちなんだいという混乱の話をしました。で、この8節ではこのマイネルが言ったところの発生運動学、はい、これが科学運動学というものに対してぐっと浮かび上がってきた、論議の主題になった、ね、その辺の話をして、序章が終わりになってきますけど、そのあの話でございます。発生論的運動学の主題化という、これは本の表現そのまま持ってきてますけど、これは私の言葉遣いなので、聞き流していただいてもと思うんですけど、論的ってどうだろう、まあ、定義はまず僕必要ないんじゃないかなと個人的には思うところです。で、論もだから発生運動学ってそのままいいんじゃないか、非常にすっきりしていいんじゃないかなと個人的には思ってます。発生運動学、よりできてないものができてくるんですよ。でさらに上手くなってくる、でこれは発生でしょ。発生論的というのも発生運動学そのままで十分通用するんじゃないかなとは思っております。特に、ね、何度も言いますがノルマン・ゲルマン圏でということなんですが、ここで、またね、混乱であり対立でありっていうことは常にこう精神運動ですからね、やっぱり対立してこそ何かいいものが生まれるとそれは当たり前ですから、この発生運動学の主題歌に際してもやっぱり目に見えてね、著名なというかよく知られる対立の動きっていうのはありました。はい、挙げたいのが一つ、平行無論争ですね。これ調べればどこでも出ておりますけどね、歴史学やっていただければ、ロードシュタインという、これはまあ医者であり生理学者であり身体教育家でありみたいな立場の人間が、その流れでいうところのグーツムースでありヤーン、皆さんご存知だね、ヤーンが提唱した、なおかつ作った、分類をした教育カタゴリーであり運動法でありということに対して異論を唱えるわけですよ。いやいや、それ人間的じゃないよ、そんな動き必要ないじゃないか、それよりはより科学的な人体生理学的な、その視点で整頓された動きの方が教育には有効なんじゃないか、ね、その象徴として平行棒、そんな不自然なことはないんだから、あのカリキュラムから外した方がいいんじゃないかということをジャーンと訴えた男なんですね、ロートシュタインっていうのが。それで一時期ね、こう、まあ、主役に躍り出るというか、科学主義運動論に言ってましたね、科学運動認識の一つ主役に躍り出たこともあったわけですね、ロートシュタイン、はい、あくまで、はい、対立の一つの例として有名な事件ですよね。であったり、これは、ロシアスポーツね、ロシアスポーツ科学、ね、ソ連スポーツ科学なんていうのみんなこうぶるっちゃうような世界かと思われますけど、その一つ思想、または運動学でいうところの美祖というのかもしれませんけど、レスガフトという学者がありますね。これがいわゆる今でいうところ の動きのバイオメカニクス、ね、デジタイジングとかあるじゃないですか、スティックピクチャーとかね、そういうバイオメカニクス的なものの見方の立ち上げた人一人というか、そして数えられますよね、レスガフトのこう論調だったり、ロートシュタインの平行棒論問題、これ共に2人ともいわゆる科学運動認識に所属する方々、まあ、対立として書いてますから、はい、そうではなくて発生運動学のマイネルがどういうものなのかというのをこのボードでは説明したいもんですから、ね、こっちに戻りますよ。マツロッタのキーワードいろいろありますが3つ挙げたいと思います。1つが運動感覚能力、ね、こんな言葉は日常的によく使われると思います。運動感覚いいねなんて、もっとこの感覚を上げてなんてね、言葉はよく使いますけど、そう、掴めるようで掴めないでしょ、これが面白いじゃないですか、これが相手になるんだ、でもそれが一番主役なんです、ね、それを掴めないけど主役であるものをなんとか論理化して掴もうと、また運用対象にしようとするのが運動学のそのチャレンジですからね、面白いでしょ、はい、運動感覚能力、同じことです、動きの感性、まあ、こういった方がもっと一般的かな。マイネルが行こうとしてね、お亡くなりになった後に息子さんが
出してきてどうする、例えば日本語に訳されましたけど金子先生の仕事ですね、マイエルの動きの感性学、ね、感性ってことが僕非常に好きですね。なんでどう好きかっていうと便利知的でもあり身体的でもあり、その融合した何かその人間らしさのものでしょ、能力であり適性であり理解であり認識であり表現であり、もう感性に全部入れ込んでも異論がないじゃないですか、うん、そういうこと、この言葉はね非常に使い勝手がいいし、いいんですよ、うん、動きの感性ね、うん、またはもっと運動学的に言うと生命感あふれるリズム運動、これポイントはここにありますからね、これここね、リズム運動、これマイネルの発想の根底が見えてきますね、これ、うん、こんな3つがこの発声運動学における中核の考え方で表現ですね、運動感覚、感性、もう感性この真ん中でいいですね、でその感性の、感性とこういうオブラートを1枚めくってみると、なんだね、リズム運動、はあなるほどねっていうことね、半分ちょっとちらっと言いましたよね、そんな考え方見方、せめて当てられる言葉に対してですよ、見えないでしょ、論理学を導入しようじゃないかと、見えないから感覚だからそれはもういいんだと、理屈じゃなくてやってみろみたいな、もちろんそういう有効なんですけど、それだとやっぱりね業界のその領域のこう文化発達っていうのはやっぱり遅々とする部分がある、じゃあせめて見て感じてそのデータ化できる数字化できるような科学運動論みたいなのがどうしたって主役になってしまう、うん、それだとやっぱりこぼす部分も多いんで、こっちもという問題意識からせめて論理学を入れようじゃないかということがマイネル、またはまあ直接的にはどちらもどっちですけどね、日本に来た金子先生的解釈の運動論、そして、ドイツに残ったところのライプチヒ学科の提唱する一つのコーディネーションを含めた考え方ともに、それを支えるのは論理学があります。今回は技の伝承ですから、技の伝承でいうところの論理学はどんなね構造になったか、これも構造ですよね、論理学の構造、論理的に見ようとする構造、発生構造伝承、はい、三重の塔と金子先生がおっしゃってますね、どうしたってこの鉄は生まなきゃいけない、ね、技の伝承、この感覚に動きを伝える感覚に論理を入れるには発生構造伝承、ふっくりそのままこれは論理学ですね、うん、まず存在ありですよ、あるかないか、発生、なかったものができた、ある、あった、出た、これ発生でしょ、じゃあそれってどんな、あ、これかいや、なるほどって構造で把握、どうやってこれがね、一人の人間に発生したこの構造が一人歩きして運動して伝わっていくもんかいの、これ運動でしょ、認識が伝わったらこれはもう伝達行為であり、このこと自体が認識が移動していってるじゃないですか、うん、これも作用ですよね、うん、伝承といえば伝承でもいい、同じこと、作用、この認識が、この構造が一人歩きして、まあ一人歩きじゃないですよね、お互い相互関係の中で伝わってって何がしか影響をせしめるっていう、これ伝達だし、これは作用ですね、はい、そのまま論理学なんですよ、これすっごく重要、うん、コーチとして発生させるのかね、発生した結果それがどんな構造なのか、どう教えて伝えていくのか、このままでしょ、コーチの目線ですから、いかにどう発生させるかで、発生させるのはどんな構造なのか、もっと言うとこんな構造を発生させね、こんな構造のためにどんな発生、その発生を導くか、そういう見方も逆もありですよね、うん、そのために、論理立てようとしている、またはこれに紐づく方法論を作ろうぜという働きかけが運動学、金子運動学の一つの中心的な役割だなと思いますし、この思想は以降も続くし、より具体的化、具体化されていくんだろうなと思います、はい、この論理学のベースですよね、これ いろいろあります、この4つで説明できるとは到底思われませんけど、まあ、現象学、人間学、人間学って何ってあまりにも抽象的ですよね、うん、でも
まあまあこうしましょう。これは文化すらまた分解するけどね、言っておきたいのは、分解分析すればするほど見たい実態から遠ざかるっていう、このね矛盾もあるんで、まあ人間って何ぞやみたいな人間学ぐらいで取りまとめておかないと、あの運算無償でバラバラになっちゃうんで、これはこれで僕はいいと思うんですね。現象学、人間学として、言うなら人間学もここに入りますね。生物学であり精神学であり、こんなものが背景にありながら、この人間の運動発生、ね、その発生したものの構造解釈、それをどう自己運動していくのかみたいな現象の問題、説明しようとするわけでございます。なんとなくね、はい、この発生運動学というものを、ね、科学性と相対する二極、または陰と陽、表と裏、はい、そんな形で、立ち上がってくるわけでございます。そしてその論理性、指導の論理性、コーチングの論理性というのは、その人材育成のカラキュラムにね、やっぱり掲げていかなきゃいけない。その役割が一つ運動学の大事な役割だという落としでございます。これに関してはね、発生運動学、はい、まあご存知かと思われますが、ここまで具体的な認識解釈は、まあドイツ語圏でもそこまでは進んでおらないですね、どちらかというと、まあその流れでいうとね、金子先生のこのものの方が、当時マイネルからの流れでいうとね、一つこう、まあ、具体化はなされてないですけど、方向は示されてるんじゃないかなと思っています。方向ね、さあここまでなんとなく、あ、なるほど、運動の現象に、運動感覚の世界に、感性の世界に論理的な構造を入れようとするのか、なるほど、これは大変なことだと改めて思っていただければいいですし、その面白さ、可能性、そこに気づいていただければ改めて嬉しいかなと思います。で、話はこれで終わりではなくて、じゃあなるほどね、なんとなく分かった、論理性の分かっていただいた上で、ここ生命感あふれるリズム運動が必ずこうね、キーワードとして入ってくる、はい、ここを膨らめさせてください。これはね、この技の伝承の本に多分な、ここまではないので、ちょっと私の試験も入れて膨らまさせていただきます。もうワンボードお待ちください。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。